やばい、ネギ帽子がちょっと前に収穫してから切ってなかったわ。もうネギ帽子できちゃったけど、これから収穫します。結構取れた、抱えるぐらい取れました。ほんでね、今日はねこれ使って何か作ろうと思います。やるならキャンプで使える飯にしようかな。よいしょ。今日全部食べれないからね、一本だけ使います。この一本使いますよ。てか収穫してから2日ぐらい経ってますけど、まあ全然いけますね。ネギ帽子は使わんでおこう。そんで今回使うのがこれとウインナーとこれ使ってスパゲティ作ろうかな。ソースは作るのまだその領域に至ってないので、こちらで使わせてもらいます。まな板忘れたから、これでちゃんと洗ったよ。代用します。切りました。そんで今回もメスティン。じゃあまずは具材から炒めてきますね。まずはネギの太いやつから。そんでメスティンにそのまま水を入れて作ってきます。水の量はだいたい 200cc がいいぐらいらしいので、前測ったらね、だいたいここら辺ぐらいまで水を入れると 200cc ぐらいになりました。この辺かな。そしたらこの麺を入れるんですけど、1本入らないので半分にします。塩忘れてた。5分ぐらい経ったけど水気が取れて、茹で時間も4分ぐらいで大丈夫なやつなんで、そんでさっき作った具も投入。はい、じゃあもういいでしょう。はい、こんな感じになりました。じゃあいただきます。ネギ、ウインナー、麺、ね、はい。というわけで、今回は家庭菜園で取ったネギを使って、メスティンでナポリタンを作りました。やっぱナポリタン太いネギには味が染みてないので、ネギそのまんま食べてる感じ。まああらかじめだしかなんかで味付けしておいたやつ使った方がいいかもしれないですね。
あと今回のポイントとしては、この麺はなるべく早茹での方がいいかなと思います。さすがに柔らかいのはまだ食べれるけど、硬いのはちょっと美味しくなくなっちゃうので。あとは、水の方も湯切りとかしなくていいように 200cc という感じにしました。まあ多すぎるとシャバシャバになっちゃったりするので、まあちょっと気になる方は、少し少なめで入れて、後で水を漬け足しとかでもいいかもしれないですね。だいたい麺入れてから水気なくなるまで5分ぐらいかな、でできました。以上、メスティンで作る湯切りなしナポリタンのご紹介でした。そんじゃ、また。